黒森峰夫です。大手メディアはすでに新ニーサをプッシュしていたことなどをすっかり忘れて、今はカマラをプッシュするのに夢中ですね。カマラはあの邪悪なトランプ前大統領とついにテレビで討論会をすることになりました。犯罪者のトランプ前大統領を検事出身の正義のカマラが豪快にぶった切ってくれると解説してる人が多いみたいですが、実際にはそんな風にはならないでしょう。だってカマラは今現在の政権のナンバー2なんですよ。彼女はアメリカがピンチです、アメリカを救いましょうと言ってますが、ピンチにしたのは今の政権でしょう、あなたでしょうと言われてしまえばそれでおしまい。私は中流家庭のために戦いますと言ってるけど、中流がみんな物価高で苦しんでるのは今の政権になってからです。というわけで、普通に考えてカマラに勝ち目はありませんよね。カマラがメディアに持ち上げられていることをアメリカではハネムーンピリオドと呼んでますが、このハネムーンは莫大な資金によって支えられているものです。ビッグマネーがどこの放送局にも同じセリフを言わせ、どこの調査機関にも同じような数字を出させているんでしょう。実際カマラのラリーには豪華なゲストが登場し、人々はそのゲストにつられてやってきます。それでも足りない時はホームレスの収容施設にバスで乗りつけ、1人20ドル払うから来てねなんてやってるという噂があります。ネット界でもかなりの大規模な工作が行われています。 FOX の番組に先日トランプさんが電話出演した時のその動画のコメント欄は異常でした。普段の FOX チャンネルとは全く違う雰囲気、見たこともないくらいたくさんのアンチトランプコメントで溢れていました。こちらは数百万人のフォロワーを持つ人気配信者のカイ・セナトさん。彼は数日前の配信中に突然切れ始めました。やりたいことがあって今忙しいのに、シークレットサービスが何回も電話かけてきやがったと言っています。I have to revamp a whole pillar.That I had built up for 3 years. Then on top of that, we're supposed to be in a penthouse in New York. Then on top of that, I got the fucking Secret Service calling me 5 times, nigga! I don't know goddamn about politics, my nigga. I don't know nothing. I don't know shit. I don't know not a goddamn thing, my nigga.こちらは別の配信者さん。先日来日したステイブルロナルドさん。こちらも数百万のフォロワーを持っています。この人も配信中に切れ始めました。But I will tell you one thing. Yo, Kamala Harris.Stop hitting my team, you and the Secret Service, to do a stream. I am not doing a stream with any politicians, bro. Yo, Secret Service, stop hitting my team. Look for the sub. I'm not doing any stream, bro. Stop. I am not doing any stream. I'm not doing any streams, bro. I do not want to do anything to do with politics. I don't want anything. Kamala. I don't even know who the fuck Kamala is, bro.Like, I just found out about her because of Megan Thee Stallion. And f*** Megan Thee Stallion, you f***ing liar! Free Tory Lanez! Like, bro, like, I only know Kamala because of the... Coco, ne? Coco, I don't even know what that is, bro, like... ハリスのシークレットサービスが彼のチームに何かしたようです。いやー、なんでシークレットサービスなのかわかりませんが、2人の若い配信者さんが同じようにブチ切れているところを見ると、おそらくすごくしつこいんでしょうね。カミラ・ハリスのスタッフがバカですね。カミラ・ハリス、発言権のある人に嫌なことをすればこうなるのはわかるでしょう。これでカイ・セナトファンの900万人とステイブル・ロナルドファンの300万人を敵に回したかもしれないのに、大手のメディアと違って独立系の若者はあんたたちの言いなりにはなりません。
人気配信者はお金に困ってないし、ただ自分の好きなことをやるだけの人です。ネットの工作はやめた方がいいですよ、ハリスさん。墓穴がますます深くなっちゃうよ。登録者さんを1000倍にして、私もインフルエンサーになりたい黒森峰夫でした。